愛媛国体に向けた柔道の強化練習会が行われています。愛媛県柔道協会が月1回から2回程度実施している強化練習会、6月24日の練習会には高校生以下が対象となる少年の部の選手たちおよそ50人が参加しました。午前中は寝技を中心に攻めと防御を、午後は投げ中心の立ち技の練習を行いました。県外遠征等も行きまして、今なかなかいい状態になってますけど、まだちょっと選手を決める、確定できるっていうような材料はないので、ここから先選手を確定するための練習になると思います。目標はですね、柔道の場合は青年男子、少年男子、女子と3チーム出るんですが、すべて優勝を狙っていきたいと思います。今年から、県1出場になったんで47都道府県出ますので、選手の個々のですねレベルが上がるように強化練習を続けていきたいと思います。愛媛県柔道協会では8月初旬ごろをめどに少年の部で5人、青年男子の部、女子の部でそれぞれ5人、合わせて15人の国体出場選手を選抜するとのことです。